公費飲食についてから始めさせていただきます。千曲衛生施設組合議会の歓送迎会に対し定例的に組合予算が支出されていた件は、組合長以下議会議員監査委員から一般職に至る公務員のみの内輪の主演であり、地域住民の感情を大いに害するものでありました。先月22日の組合議会においては、市民に申し訳ないと組合長である千曲市長から謝罪があったところです。組合常設委員として市長も部下を代理出席させていたわけですが、納税者に対し謝罪の言葉があるわけではないですか、伺います。お答えいたします。千曲衛生施設組合議会において組合長が招集の挨拶で述べられたとおり、資質に違法性はなく、ただ昨今の社会情勢に鑑み、長野市も含め組合執行部の配慮が不足していた点を反省すべきであると考えております。市民の皆様はじめ議員各位に多大なご心配をご迷惑をおかけいたしましたこと、大変申し訳なく思っております。はい、組合議会は公費支出について各議員が自主的な返納することとしましたが、加藤市長は返納されるのでしょうか。お答えいたします。組合執行部であります千曲市および榊町と協議をいたしまして、市長として適切に判断してまいりたいと思います。そうすると返さないという判断もあり得るということなんですね。返す返さないも含めまして、組合執行部であります千曲市榊町と協議をいたしまして、慎重適切に判断してまいりたいと思います。返すべきだと指摘しておきます。銃刀法違反についてですが、昨年1月本市職員が銃刀法に違反し12月に処分されました。従来議会では会派総会において刑事事件はもとより事務的なミスに至るまで市当局から資料提供を受けた上で共に再発防止に向けて協議してきましたが、今施行中の政策説明会ではかかる重大事案についてこの慣例を破り、口頭の説明のみで議会からの質問を受けないという市長の姿勢は実に残念であります。当該職員が勤務先に準空気銃を隠していたことが市民に与えた不安は重大であるわけですが、これを軽視してはいないでしょうか。お答えいたします。昨年職員が起こしました市民の皆様の信頼を損ねる不祥事につきましては改めて深くお詫びを申し上げます。職員の懲戒処分につきましては事前に議員の皆様へ書面によりお知らせした後に、長野職員の懲罰処分等の指針に沿って報道機関等に通じて公表しております。また公表後、直近の政策説明会や本会議などにおいて私から挨拶の中で再発防止策を含めて触れさせていただいております。今後とも不祥事の発生を未然に防ぐことはもちろんでありますが、万が一発生した場合には適切な時期に議員の皆様へお知らせしてまいりたいと考えております。確かにお知らせは、ね、いただいているんですけども、協議するっていうね、共に進めていくっていう立場でお願いしたいということなんですが、ちょっともうちょっとその辺答弁お願いできますか。先ほどお話ししましたように、職員の不祥事等につきましては議員の皆様に事前に書類で署名にてお知らせをいたしまして、そしてまた直近の政策説明会や本会議などにおいて再発防止を含めて触れさせていただいています。そういうことでお願いします。協議する姿勢が見られず残念でございます。